落雷の時でも自動車の中なら安全。なぜなら自動車はファラデーケージになっているから。ファラデーケージってなんだ？詳しい理論は省略しますが、金属のカゴの中に入っていれば外側にいくら電流が流れていても絶対に大丈夫と考えたイギリスの物理学者マイケル・ファラデーは、表面に金属を貼り付けた超でかいカゴを作って自分で中に入ってみました。そしてカゴに数千ボルトの電流を流してみたところ、マイケルは黒焦げにならず平然と座っていることができました。金属など電気を通す物質で囲まれた空間や、その空間を作る容器そのものをこの実験から取ってファラデーのカゴ、もしくはファラデーケージと言います。ファラデーケージは内側を外の電界から遮断する性質があるので、ケージの外にどれだけビリビリと電流が流れていても内側は影響を受けません。もちろん電波も通しません。簡単な実験をしてみましょう。電波がつながっているスマホをファラデーケージの中に入れると、外からの電磁波が遮断され通信ができなくなります。電波の届かない場所にあるか、電源が入っていないためかかりません。落雷の時、電波から逃れたい時、ファラデーケージを思い出してみましょう。